Ja. FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は午前7時35分、朝の7時35分を回りました。この時間は 79.7MHz ギノワン市旧野にあります FM ギノワンのスタジオからモーニング8をお届けしております。皆さん、今日は週始め月曜日なんですけれども、週末どのようにお過ごしになったでしょうか。毎週月曜日はですね、通常金子まえちゃんが担当しているんですけれども、今日もちょっと風がですね、ひどいということで風がひどいちょっとね、体調が悪いということで、また急遽 FM ギノワンの神田玉木がお届けしていきたいと思います。今日もですね、8時56分まで1時間半ほどお付き合いいただければなぁと思いますので、よろしくお願いします。さあ、早速ですが、今日のテーマね、発表していきたいと思います。今日のテーマは、なんでこれやったんだっけ。先週なんかこれにしようねっていう話にしたんだと思うんですけど、はい、今日のテーマは電子レンジ。はい、電子レンジでございます。昨日マヨからのこの明日買われるっていうこの LINE を見たのが11時半ぐらいだったんですけど、今見て、でその LINE が7時ぐらいに来てたので、おもしかしてこれはなんかテーマ考えないといけないんじゃないかと思っていろいろ考えてたんですけど考えなくてもよかったみたいで、これ電子レンジがテーマだったみたいでFacebook を見た瞬間ね、電子レンジなんかちょっと難しいやつを掘り投げてきたなと思ったんですけど、確かね、先週トロンボーンさんからのメールかな、なんかで電子レンジの話をして、なんでじゃあ来週はなんかね、家電男子がいろいろ教えてくれるかもしれないから、電子レンジをテーマにしましょうかっていうことね、話にしたかなっていう風なのを、まあ、思い出しました。はい、なので今日はね、電子レンジ、テーマ電子レンジのままいきたいと思います。皆さんの電子レンジにまつわるエピソード、そしておすすめの電子レンジがあれば教えていただきたいと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャスで映像と音声をネット配信しております。こちらはですね、 FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、お気軽にご覧ください。また FM ギノワンではサイマル放送も行っております。リッスンラジオを介して聞いていただきますと、全国どこでも放送波と同じように音楽とお話をお楽しみいただけますので、そちらでもぜひ聞いてみてください。もう全国と言わず全世界で聞けますからね、海外のお友達にも教えていただきたいなと思っております。さあ、それでは早速モーニング8始めていきましょう。本日のオープニングナンバーはジュディ&マリーでラブリーベイベーです。
本があるのか。おはようございます、皆さん。ウィドターマ、トロンボーンさん、おはようございます。そうそう、マヨはね、もう年末ぐらいからずっと忙しいみたいで大変です。新聞読む練習一回もしないんだ、忘れた。怖い。あ、びっくりした。おはようございます。ルドルフさん、おはようございます。トロンボンさん、おはようございます。かっちゃんさん、かっちゃんさん、おはようございます。おはようやで。大阪弁で、関西弁でおはようってなんて、おはようか、おはようって言うんですかね。寒いけど邪魔なんだよな。さあ、時刻は7時43分を回りました。この時間は FM 宜野湾のスタジオよりお天気、道路交通情報をお届けしていきます。まずはじめに本日、あ、もう1月16日ですね。1月16日月曜日のお天気情報です。本日本島中南部地方は曇り、ところにより昼前まで雨となっております。そうですね、私がこの FM 宜野湾に向かっている途中もちらほらパラパラと雨が降っておりました。今はね、ちょっと太陽が出てきた感じなんですけれども、まだまだ厚い雲に覆われてますね、なのでまたちょっと雨が降るかなっていう気はします。本日は曇り、ところにより昼前まで雨となっております。波は3メートルのち 2.5 メートル、風が北の風やや強く吹く見込みです。降水確率がこの後正午まで 30%、 正午から深夜0時まで 20% となっております。日中の最高気温は那覇で18度、
18度の予報です。結構ね、寒い日が続いておりますね、沖縄県も。でも内地の方では結構もう関西も雪が降っているみたいなんですけれども、皆さん体調管理ね、しっかり気をつけて。まあ寒いのも楽しいんですけどね。結構ちょっと身がキュッと引き締まる気がして、寒いのも楽しいんですけど、外で遊びすぎないように気をつけていただきたいなと思います。続いて、お天気、道路交通情報お届けします。まずは、沖縄自動車道からですね。現在、沖縄自動車道の上り、西原インターチェンジ付近で一部渋滞が発生しております。沖縄道上り、西原インターチェンジ付近で一部渋滞が発生しております。続いて沖縄道下りでは那覇インターチェンジ付近で那覇インターチェンジでですね渋滞となっております。また沖縄道下り金インターチェンジ付近、こちらですね、工事のため対面通行規制となっておりまして、沖縄道下り金インターチェンジの手前で一部渋滞が発生しております。また沖縄道下り金インターチェンジと宜野座インターチェンジの間で故障車が1台止まっております。以上ですね。今日はちょっと高速道路の方も混雑しております。続いて一般道の状況です。本日の現在の一般道の状況ですが、ちょっと大変ですね。国道58号線大蛇名交差点を過ぎたあたりから阿蛇交差点に向けて長い渋滞となっております。国道58号線大蛇名交差点を過ぎたあたりから阿蛇交差点にかけて長い渋滞が発生しております。またそれに伴いですね、宜野湾バイパス、コンベンションセンターの前を通る宜野湾バイパスのと58号線がぶつかる交差点でも渋滞となっております。続いて、前原から大蛇名、県道34号線前原から大蛇名にかけても渋滞が発生しております。こちらも長い渋滞となっております。また国道330号線我如古交差点付近も渋滞となっております。国道330号線我如古交差点付近でも、那覇向けですね、渋滞しております。その他公営交差点付近渋滞、そして混雑となっております。もう結構ね、至る所で混雑渋滞見られておりますので、皆さんお気をつけて運転してください。月曜日ですのでね、ちょっと焦っているかもしれないんですけれど もう週の初めから事故を起こさないように気をつけていただきたいと思います。以上、今日のお天気そして現在の道路交通情報をお届けしました。メールも来ておりますので紹介していきたいと思います。おはよう、まよたまに。皆さん絶賛筋肉痛なう牛乳屋のひーふーみー、かっこ生まれたての小鹿です。今年もゆたしくごっくんちょこのメールは誰が読んでるのかな。玉木が読んでおります。してまーよ、お大事に。以上てよ、ひふみさん。おい、そうだけどね。その下に続いてますけど。ゆくし。ゆくしってなんでしょう。ゆくし。なんでやねんみたいな感じですかね。今日のテーマ、電子レンジ。我が家の電子レンジは油使わずにチキンの唐揚げができるやつ。よしがいつもおかず温めるだけ、宝の持ち腐れだね。って来てますね。もやたま、電子レンジと車の上には何も置くな。ひやみかち東北。ひやみかち九州。やばい。これはね、本当わかるんですけど、いつもいろいろ置いてる。もうね、私、車の中はもう一種の家なんで、
やばいっすよね。あ、いや、回す落としちゃった。そうそう、車の中なんでしょうね。学校のプリントとか、ちゃんとまとめてですよ、一応。一応まとめて学校のプリントとか、いつでも取れるようにね。そうそうそう。なんかね、ちょいちょい必要になるじゃないですか。ちょっと、今週はこれの復習を急にするとかね、いう先生とかもね、いなくはないので。うん、その時に車の中からペッて取れるように、車の中にいっぱい学校のプリントとか教科書とか入ってますね。電子レンジの上もね、あ、電子レンジの上には今は何も乗ってないかな。でもね、乗せちゃいますね。そして、この電子レンジ、油使わずにチキンの唐揚げができるやつ、最近多いですね。もうだから温める機能だけがついている電子レンジっていうのがなかなか、まあ、売ってないことはないんですけど、もうね、皆さんなかなか買わないんじゃないでしょうか。でも言うて、そのいろんな機能がついたオーブン付きの電子レンジとかね、買ってもね、意外と使わないっていう、こと、よくありますね。私のお家はもう本当にそんな家で、一人暮らしなので、そんな使わんなと思って、もう本当に温めるだけの、すっごいそれも、某黄色いお店で買ってきた5000円 ?6000 円ぐらいの温める機能だけ付きの電子レンジを使っております。それで全然満足です。さあ、こんな感じで今日のテーマ、電子レンジでメールをお待ちしております。ツイキャスの方にコメントいただけてもありがたいです。それでは、またここで一曲曲をお届けしましょう。続いては、ブルーエンカウントでラストヒーロー。なるほど、ユクシは嘘なんですね。やばい、新聞やってない。現職と三新人争う宮古島市長選、陸自経済が争点。任期満了に伴う宮古島市長選が15日告示され、届け出順に前県議の奥平和夫氏、現職の下地俊彦氏、待ってます、俊彦さん、下地俊彦さんですか、医師の下地明氏、前市議の前城徳彦氏の4人が立候補しました。市政の継続を掲げる現職に市政刷新なんだっけ、市政刷新だっけ、刷新、市政刷新を掲げる、市政刷新を訴える新人3人が挑む形で、陸上自衛隊配備計画の是非や経済活性化などが争点となります。22日に投開票されます。過労自殺、関電社長を指導、労基署管理職の調査要請。運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機の運転延長をめぐり、原子力規制委員会の審査対応をしていた同社課長職の男性が過労自殺した問題で、厚生労働省福井労働局敦賀労働基準監督署が関電の岩根社長を出頭させ、全管理職の労働時間を適切に把握するよう求める指導表を交付していたことが15日分かりました。労働基準法の
管理監督者は労働時間の制限を受けず残業代の支給対象外で労働時間になるようなとされています。ババババ。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずはじめに琉球新報総合面からです。現職と三新人争う宮古島市長選陸自経済が争点。任期満了に伴う宮古島市長選が15日告示され、届け出順に前県議の奥平和夫氏、現職の下地信彦氏、医師の下地明氏、前市議の前城徳彦氏の4人が立候補しました。市政の継続を掲げる現職に市政刷新を訴える新人3人が挑む形で、陸上自衛隊配備計画の是非や経済活性化などが争点となります。22日に投開票されます。続いて沖縄タイムス社会面からです。過労自殺、関電社長を指導、労基署管理職の調査要請。運転開始から40年を超えた関西電力高浜原発1、2号機の運転延長をめぐり、原子力規制委員会の審査対応をしていた同社課長職の男性が過労自殺した問題で、厚生労働省福井労働局敦賀労働基準監督署が関電の岩根社長を出頭させ、全管理職の労働時間を適切に把握するよう求める指導表を交付していたことが15日分かりました。労働基準法上の管理監督者は労働時間の制限を受けず残業代の支給対象外で、労務管理がおろそかになりがちだとされています。続いて琉球新報総合面からです。 JAXA 世界最小ロケット打ち上げ失敗。宇宙航空研究開発機構 JAXA は15日午前8時33分、電柱ほどの大きさの小型ロケットSS-520 4号機を鹿児島県の から打ち上げました。だが約20秒後にロケットとの通信に異常が生じたため、打ち上げ3分後に予定していた第2段階への点火を中止、打ち上げは失敗しました。最後に沖縄タイムス地域面からです。レクで個人団体表彰、県協会受賞者大きな励み。第29回県レクリエーション研究集会及びレク仲間の集いがこのほど市内、宜野湾市内で開かれ、障害スポーツレクリエーション功労者として国頭地区のレクリエーション協会の初期田さんと県フォークダンス連盟の高橋さんが表彰されました。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。うちの裏っていいのかな。うちの裏宇宙観測所。さ、さあさあさあさ。心理テストやりたいと思います。マヨのやつを
パクる。蹴る。FM ギノワンを機の皆様、改めましておはようございます。時刻は午前8時を回りました。1月16日月曜日、この時間は FM ギノワンのスタジオよりモーニング8をお届けしてまいります。毎週月曜日担当はギノワン市出身のシンガーソングライターがねこまよちゃんがお届けしているんですけれども、本日はちょっと体調不良のためお休みということで、 FM ギノワンの神田玉希がお届けしてまいります。この後8時56分まであと1時間程度なんですけれども、お付き合いいただければと思います。はい、FM ギノワンのスタジオから見える景色もですね、なんか見える空に太陽は出てきてないんですけれども、雲に覆われてるんですけども、建物の後ろ側から太陽に照らされて、なんかね、朝っぽい、冬の朝っぽい景色となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝ごはん食べてらっしゃいますかね。私の朝ごはんは何にしようかな。一応ね、クッキーをそこら辺にあったクッキーを2枚ぐらいね食べてきました。さあ、今日の皆さんにいただきたいメールのテーマ、メッセージのテーマは電子レンジとなっております。皆さんの電子レンジエピソード、例えば卵チンしたこと実はあるんだとか、ね、電子レンジでチンするだけだけどこんな簡単な料理作れるよとか、まあ家電男子家電女子の方がいらっしゃいましたら、今年の一押しの電子レンジはこれだよみたいなね、教えていただけたらなと思います。メールアドレスは 797@fmginowan.com、797@fmginowan.com でございます。そういえばね、毎週思ってるんですけど、マヨのアットマークの言い方が結構面白いんですよ。気づいてる方いらっしゃいますかね。もし気になったら来週聞いてみていただきたいんですけど、なんて、どんな、真似してって言われると結構難しいんですけど、アットマークみたいな、そう、アットマークみたいな感じで言うんですよ。それがね、私は毎週結構面白いなと思って聞いておりますので、もしよければ来週もね、月曜日 FM ギノワン聞いていただいて、マーヨのアットマークの言い方を、はい、ちょっと聞いていただきたいなと思います。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com です。さあ、また FM ギノワンでは、Ustream とツイキャスで映像と音声をネット配信しております。こちら全国でどこでもお楽しみいただけますので、こちらもぜひお楽しみください。また、サイマル放送も行っております。サイマル放送は、リッスンラジオから聞いていただくことができます。ですね、パソコンの場合は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。スマホの場合は、同じように FM ギノワンをインターネットで検索していただきますか、アプリ、無料アプリのリッスンラジオをインストールして FM ギノワンを選曲していただきたいと思います。さあ、それではこの後8時56分までぜひお付き合いください。さあ、8時台のオープニングナンバーは、アンチェイン、メイクイットグロウ。
やーコーラゼロさんありがとうございます。もうねやっぱおしゃべりしましょう。おしゃべることがない。人相診断でいいか。アンチェインもね、もう10周年、20周年だったのかな。さあさあメールも来てますので、この曲 BGM にしながらお届けしていきたいと思います。久しぶりにこの方からいただきましたよ。ラジオネームミッドナイトスターさんです。寒いな、新寒いな、寒すぎて服から乳首つけるよ。いや来てます。わかる。いや私はわからないけどね、うん、なぜなら薄着だから。厚着しないとやばす。たまちゃん、まやすけ、おはようだなーと来てます。確かにね、あの人、ミッドナイトスターさん、結構いつも薄着な気がする。けど、いつもあのね、アンダーシャツ着てるから、大丈夫じゃないですか。アンダーシャツね、結構あったかいですからね。このピチッと感がね。はい。たまちゃん、まやすけ、おはようだな。俺があの噂のごえくえ衣装だよ。喋っていい？ごえくえ衣装さん、私ね、これ、こうやって読むのかなーって思ってたんですけど、ちゃんとこうひらがなで送っていただいて、あ、ちゃんと合ってたなっていうの分かって今嬉しいです。テーマ、スタバで常温のコーヒーをジョッキで頼んでみた。だな。やらん方がいいぜ。ちょっとドライブスーでやってみたわけよ。したら、すいません。もう一度お願いしますって聞き返してくるぜ。二回もさすがに言えないし。いや、そこはね、男なら二回言ってほしいです。常温のコーヒーを。ジョッキでお願いしますって。結構ね、時間かかると思うよ。まず常温に冷まさないといけないですかね。だから俺はキャラメル巻きアートのトールを巻き巻きでって言ったぜ。今年の流行語大賞は間違いないな。しかし寒いな。寒い。こんな日はおでん食べたいな。しみしみした大根食べたいな。しみ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 ってエロいな。最後に来てますけど、ちょっとね、その発想がもうわかんないです。はい。ミッドナイトスターさん、ありがとうございました。私もおでん食べたいですね。大根食べたい。おでんの、おでんといえば大根ですわ。皆さん、おでんといえば何の具が好きですか？そろそろローソンさん70円セールしてくれないかなと待っております。はい。メールありがとうございます。さあ時刻は8時9分を回りました。この時間は 79.7MHz ギノワン市キユナギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオからお天気そして道路交通情報をお届けしてまいります。いやはや寒いですね。
さあ、お天気情報をお届けしていきます。本日1月16日月曜日の本島中南部地方のお天気です。北の風やや強く、曇り、ところにより昼前まで雨となっております。北の風やや強く、曇り、ところにより昼前まで雨。波は3メートルのち 2.5 メートルでしょう。沖縄本島地方の沿岸の海域では17日未明にかけて波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。また17日まで空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いには十分注意してください。降水確率は、この後正午まで 30%、午前中は 30%、正午から深夜0時まで 20% の予報です。日中の最高気温は18度でしょう。今ちょうど FM ギノワのスタジオの中は18度です。寒いっす。皆さん風邪などひかれないように空気も乾燥してますのでね、はい、十分お気をつけいただきたいと思います。手洗いうがいしっかりしていきましょう。続いて道路交通情報をお届けします。まずは沖縄自動車道からです。先ほどもお伝えした通り、沖縄自動車道上り西原インターチェンジ、沖縄自動車道上り西原インターチェンジで渋滞が発生しております。また沖縄道下りでは那覇インターチェンジ、沖縄道下り那覇インターチェンジで渋滞、沖縄北インターチェンジで渋滞、金インターチェンジで渋滞となっております。沖縄道下りは那覇インターチェンジ、沖縄北インターチェンジ、夜間インターチェンジで渋滞が発生しており、金インターチェンジですね。金インターチェンジで渋滞が発生しております。また、金インターチェンジ、宜野座インターチェンジ間で故障車が止まっております。沖縄道下り、金インターチェンジ、宜野座インターチェンジ間で故障車が1台止まっております。お気をつけて運転してください。続いて一般道の状況をお届けしていきます。一般道もね、混雑していたんですけれども、お、58号線は少し渋滞が解消されました。国道58号線、大蛇名から牧港にかけて渋滞が発生しております。国道58号線、大蛇名から牧港手前まで渋滞が発生しております。また牧港交差点付近からぐすくま交差点にかけて、牧港交差点からぐすくま交差点にかけて、こちらも渋滞が発生しております。先ほどのぐすくま交差点からあじゃ交差点にかけての渋滞は解消されております。また宜野湾バイパスですね、コンベンションセンターの前の道、こちらも、牧港に向けて渋滞が発生しております。宜野湾バイパス牧港に向けて渋滞が発生しております。また、国道330号線公営交差点付近、長い渋滞となっております。こちら那覇向け公営交差点付近、長い渋滞が発生しております。また、酒田の交差点からアハチャにかけて、こちらも長い渋滞となっております。酒田交差点からアハチャにかけて長い渋滞となっております。皆さん、月曜日週始め、はい、焦らずゆっくり安全にシートベルトしっかりしてね、はい、通勤、通学していただきたいと思います。以上、お天気、道路交通情報をお届けしました。ツイキャスの方でもですね、いろいろコメントいただいているんですけれども、はい。あ、八方民さん、今ちょうどね、コメントいただきました。おはたまーといただいております。そうなんです。毎週月曜日担当しております、がねこまよちゃん、今日もちょっと体調不良ということで、お休みとさせていただいております。代わりに、FM ギノワンスタッフの神田たまきが、この後8時56分までお届けしていきますので、本日もよろしくお願いします。今日のメールのテーマはですね、電子レンジ
ですね、電子レンジ。なので私も調べてみました。電子レンジ最近何が人気なのかなと思いまして、調べてみますと、やっぱね、電子レンジのまず選び方っていうのもあるみたいなんですけど、オーブンレンジにする電子レンジなど温める調理家電の選び方、おすすめ機種はどれでしょうかということでね、まあ一人暮らし向け電子レンジとかいろいろあって、やっぱ一人暮らしだとこのダイヤル式のね、何分温めるかをこうカチ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 っと回していって、ただ温めるだけっていうね感じの電子レンジがいいですよね皆さん。なんか一番人気なのはアイリス大山さんの電子レンジ。機能面で見るとこの電子レンジは40年前の電子レンジと同じです。自動調理機能は搭載せず、ダイヤルタイマーで調理時間を指定して、温度切り替え700ワット、550ワット、200ワットで、手動で温度を調整するタイプです。ね。もうね、安い。安いって感じです。いくらかと言いますと、Amazon でですね、Amazon の新品で6480円になっております。もう最近ね、このオーブン機能付き、まあもう、てかむしろもうオーブンが主体となっているやつとかね、普通にいいやつだと10万とかしますからね。これは高いです。本当に温めたいだけであれば、もうこういうね、昔ながらのカチカチと回して、温めるだけのやつでいいんじゃないでしょうか。6480円ですよ。安いですね。まあ一人暮らしだと、だいたい皆さんこういうね、温めるだけのやつを買うんですけど、スチームオーブンね。最近人気、ヘルシオとか、何があったかな？ヘルシオとか。ごめん。私、実家がヘルシオだったんですよ。そうそうそう、ヘルシオでね、作っておりましたけど、まあ、結構、型が昔の、型でヘルシオでしたね。やっぱり、スチームオーブンで人気なのはヘルシオみたいですね。まあ、何度かこの新しくなっていってるので、型によって値段は違ってくるんですけど、2015年発売のものだと、7万9000円。2016年発売のものだと、13万4800円となってますね。まあ、これで何ができるのかといえば、音声ガイドがついてますね。スチームオーブンなので、ちょっとね、水を入れておくところがあるんですね。この電子レンジの蓋を開けるところへんに水を入れていくと、水を入れていくところがあって、その水を使って、まあ、ジューシーにお肉とかお野菜とかを、水分を保ちつつ、ジューシーに仕上げることができるっていうね、わけです。スチームオーブンとは、まあ、このヘルシオを出しているのがシャープなんですけど、シャープは独自のウォーターオーブン方式っていうね、方式を使っているんですけれども、それの、何でしょう、利点というか特徴は、スチームのみで調理していることだそうです。他社のスチームオーブンの場合、オーブンヒーターとスチームを併用して調理しているみたいなんですけれども、シャープはスチームのみで、はい、調理をしているみたいですね。そのためにスチームオーブンに共通したダイエット効果、減塩、減脂、油ね、少なくする効果だけではなく、ビタミン C、タウリンなどを保全するという他社にない高い健康効果を得ることが可能です。ということですね。また電子レンジ機能もありまして、電子レンジ機能としては赤外線ムーブセンサーが搭載されております。赤外線センサーは電子レンジ用としては高機能で、食材の表面温度を正確に測定してるみたいですね。そうそうそう。あと自動調理の多彩さ。ね、ヘルシオは自動調理がめちゃ多彩みたいです。はい。ということで、ちょっとね、
おすすめの電子レンジ私も紹介してみましたけど、皆さん電子レンジに関するエピソードありましたらお待ちしております。宛先は 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ツイキャスやユーストリームのコメントでベブベッとコメントいただいても嬉しいのでぜひよろしくお願いします。ちょうどね、今アイデアマスオさんもおはようとコメントいただいておりますね。ありがとうございます。そう、急に寒くなったからね、みんな体調に気をつけてということでコメントいただいております。ありがとうございます。あとエミッチャおじさん、ターマー会社のトイレの個室からおはようございます。ありがとうございます。もういつもね、ありがとうございます。個室満席の中、ツイキャスつけたら、ターマーの声が響き渡り、焦ったおじさんです。仕事中で挨拶だけでごめんよ、ではではって。大変じゃん。大変ですね。男子トイレの中で。そういえばトイレっていつまで経っても男子トイレと女子トイレですよね。何歳になっても男子、女子と呼ばれる。呼ぶことができる。入っても私は女子だよっていうことができるのは、トイレだけじゃないかなと。私は思って、いや今思いました。男子トイレね、男子トイレに私の声が響き渡ったらもうエミッチおじさんちょっとあれじゃないですか。いろいろね、大変ですね。お仕事頑張ってください。もう今からお仕事の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今日も一日元気に頑張っていきましょう。メールを一通紹介したいと思います。はい、この方からいただいております。大城智也でーすといただいております。智也さんですね。まあよ、実は僕も喉がちょっと、咳もちょっと、鼻水が出ていないからまだいいけど、お互い早く治そうねと、はい、大城智也さんからコメントいただいております。ありがとうございます。たまは大丈夫といただいてるんですけど、私はね、全然大丈夫です。大丈夫ですね。でも今日はこっちに向かっている途中にもうくしゃみが止まらなすぎて、なんか5連続ぐらいでくしゃみをしたんですよ。なんかね、くしゃみ何回続けてやるとなんとかみたいなね、一応ジンクスみたいなのあるじゃないですか。5回連続は何だったかなとずっと思いながら今に至っております。後で調べてみたいと思います。多分ね、車の中がちょっとなんかね、ほこりとか入ってたんじゃないかなと思うんですけど、最近自分専用のノートパソコンをね、購入したそうなので、今 FM ギノワンのホームページから直接聞いてますよ。おー、ありがとうございます。曲や CM 中の二人の裏トークも聞けるから最高。あとはこれにコメントができたらいいんだけど、慣れるまでまだ手探り状態なり、頑張ってみまーす。と、いただいております。ありがとうございます。もう嬉しいです。こうなってね、もう朝の早いうちに、もう6時にメール送ってくれてますからね。朝の早いうちにメール送っていただけるだけでも大変ありがたいです。最近は電子レンジですぐにチンして食べられるもの多くなったよね。僕にとっては便利です。ではでは、あったかくしてねーといただいております。ありがとうございます。そう。皆さん、コンビニの冷凍食品コーナーにあるもの食べたことありますか？ラーメンとか、つけ麺とか、担々麺とかあるんですけど。私ね、この麺が好きなんで、この、コンビニで食べられる冷凍食品のラーメンの美味しさたるや。もうね、カップラーメンは乾杯ですよ。はい。もう私はカップラーメンは食べません。いや、しばらく食べません。もうね、コンビニの冷凍食品のラーメン、皆さんも本当に食べてほしいです。やっぱね、カップ麺では出せない麺のもちもち感、プリプリ感がね、すごいんですよ。で、それでいて、ま、コンビニで買うとすると、カップラーメンも110何円とか、もう下手すら200円とかいくやつあるじゃないですか。でもこの冷凍のやつだと、まあ、つけ麺もでも200円切ってるんですよ。ファミリーマートさんでつけ麺、あ、最近ローソンも売ってるかな？つけ麺あるんですけど、200円。切ってるんです。担々麺は216円だったかな？うん、詳しいでしょ。
そう、よく食べるからです。でもね、担々麺、汁なしの担々麺がファミマで売ってるんですけど、これもね、めっちゃ美味しいから、本当に。もうハマるから。もう一回食べてみてください。今度ね、サザンブリーズでこういうテーマでやりたいと思います、私は。大城智也さん、メールいただいてありがとうございました。また、お待ちしております。さあ、ここでまた一曲、曲をお届けしましょう。ひふみーさんからのリクエスト曲でですね、マーヨーへの応援ソングということで、井上陽水さんの東へ西へ。いやいや、マジカップラーメンより、本当にカップラーメンより電子レンジがある空間であれば、チンした方がいいよ。本気でチンした方がいい。もうラーメンうまい。じゃ本当、沖縄来る前は全然ラーメン食べなかったんですけど、やばいね、もうやばいね、ラーメンは。ラーメン、サウロさん、サウロさん、今日のテーマは電子レンジでございます。一応一応電子レンジでございます。あ、ジェヒョンさんもおはようグルトです。こんにちはだとちくわだと、おはようだとヨーグルトなんですね。ひふみさん、そう、ラーメンにあんでしょ。そっかそっか、23センチ、いや結構積もりましたね。寒いですね、沖縄も。そろそろスノボじゃないですか。心理テストやろうと思うんですよ。目尻が上がるんですよね。目尻を下げて笑いたい。寒いっす、寒いです。ココアとかもうラーメン食べたいわ、マジ寒いから。寒いからラーメン食べたい。CM も挟みましょう。
これわざとカップ麺、いやもうカップ麺でも私は嬉しいですよ。ラーメン好きだから嬉しいですよ。寒い。電子レンジの加熱は不足ね。私ご飯ちょっと固めが好きなので、電子レンジでチンして食べるご飯はちょっと柔らかめが多いじゃないですか。自分で炊いた方が好きですね。カレーも食べたいね。さあ、時刻は8時32分を回りました。この時間は、今日は何の日のコーナーをお届けしたいと思います。さあ、手元には2017年の沖縄手帳でーす。まだね、綺麗。今日は1月16日月曜日。旧暦がですね、12月19日となっております。満潮は午前10時2分と午後9時42分。干潮は午後3時51分ですね。今日の晴天確率は 43% みたいですよ。過去にあった本日の出来事、1967年、全島に寒波来襲、那覇で 6.6 度。那覇で 6.6 度。寒い。雪降りますね。そして1895年、宮古島農民の運動により、帝国議会で人頭税廃止決議、廃止が決議されました。そして2011年には、久米島であられが降ったみたいですね。そして、なんかちょっと豆知識みたいなの書いてあるんですけど、浅井真方、直木賞受賞、2014年、直木賞を浅井真方さんが受賞しました。真方は、沖縄県出身の祖母から取ったペンネームみたいです。以上、沖縄手帳より今日は何の日をお届けしました。続いて、インターネットの方より今日は何の日をお届けしていきたいと思います。ツイキャス、そろそろ切れちゃいますね。今日は、エンマ破り、初エンマと、破入りと書いてますね。ちょっと、あんまり、意味がわからないんですけど。あとは、鑑真が遣唐使の帰国とともに来日した日、754年となっております。また、1581年、大分に初の神学、神の学問。キリスト教ということですかね。神学
学校が開校したということですね。新学校。ちょっとツイキャスをつけております。はい、ツイキャスもつきました。皆さん戻ってきてください。そして、東蝦夷地を幕府の直轄とする1799年、そしてアメリカのペリーが軍艦7隻を率いて再来航した日、1854年、アメリカで禁酒法の実施、1920年ですね。などなど、いろ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 あった日でございます。石油第二次消費規制が始まり、都市のネオンが消えた日、1974年ですね。そして本日お誕生日の方が、鳥羽天皇1103年の1月16日お誕生日だったみたいです。あとはちょっと存じ上げない方ばっかりですね。お誕生花、ヒアシンス、黄色のヒアシンス、花言葉は、勝負だそうです。以上、今日は何の日お届けしました。みやちゃんさん、おはようございます。ありがとうございます。ラーメンつけ麺、僕イケメン。もうね、ささくれか、かゆすぎてやばい。ささくれがね、かゆい。さあさあ、まだまだメールいただいております。紹介していきましょう。この方です。全国的に寒い日が続いていますが、皆さん体をご自愛ください。 FM 沖縄をお聞きの皆様、そして他県でツイキャス&ユーストリームをご覧いただいている皆々様、おはようございます。そして眠い中のご出勤ご苦労様です。金子まよちゃんは体調不良でお休みかな。ピンチヒッターの神田玉木さん、おはようございます。ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ありがとうございます。今日はね、意外と眠くないんですよ私。なぜでしょうか、なぜでしょうか。今日のテーマ、電子レンジ。まさか本当に電子レンジで来るとは。さて、電子レンジをどう面白く調理するかな腕を試されております。もうマジ金子まえちゃんに腕をたね試されております。さて、電子、あ、違う、家の電子レンジは食べ物の一時的保存場所にもなっている。わかる。お家にね、私も実家に猫がいたので、あのなんかお惣菜とか買ってきたりとか、あとご飯ね、炒め物とか作ったり、チャーハン作ったりとかして、残ったものを食べていいよっていう感じで、よく電子レンジにね、入れてましたね。あと、後で食べようみたいな感じで、ちょっと電子レンジで保管してたりとか、私もよくやってましたね、そういえば。夕食で残ったおかずなどをラップをかけて、常温になるまで置いていたり、たりたりたりとしているみたいですね。で、今、家の電子レンジは壊れていて、本来の冷めたものを温めるということができません。
だから冷え切った心もあったかくはならない。寂しい。大丈夫っす。 FM ギノワンモーニング8を聞いていただければ冷めた心をあったかくしていきます。なんちゃって、まあ、コメントありがとうございます。リクエストもいただいておりますね。ちょっと調べてみたいと思います。わかるよ。あのね、熱いものを冷ます機能は熱いものを冷ます場所になっているけどと、冷たいものを温める機能が効いていないということですね。はい、トロンボンさん、そうそう、トロンボンさんが今家の電子レンジ壊れてるんだよねっていう話を来週したから、あ、じゃあ先週ね、先週したから今日のテーマは電子レンジになっております。はい。さあ、リクエスト曲ちょっと待ってくださいよ。お届けしていきたいんですけど、もしかしてないかな。ちょっと検索したいです。絶対あると思うよ。スターさんの歌ですからね。この歌詞名で調べてみますか。さあさあ、皆さん電子レンジエピソードどうですか。 ありましたそれでは銀のトロンボーンさんからのリクエスト曲お届けしましょう。お届けしましょう。錦野明さんで空に太陽がある限り。ひふみさん、いってらっしゃい。はい、AKB さん、今読みますよ。とても愛してる、本当に愛してる。ないな。さあ、意外と時間もないのですいませんね、途中でメールを読ませていただきたいと思います。申し訳ないです、銀のトロンボーンさん。この方からのメールを続いてご紹介していきます。お名前、関西弁のかっちゃんさん。もう皆さんお分かりの通り、関西弁のかっちゃんさん、 AKB ファンさんです。前田たまちゃん、たこ焼きいる？モーニングエイトを聞きのリスナーの皆さん、おはようさん。やっぱ、前よ、やっぱ風邪ひいて、ひどなったんやな。来週まで楽しみにしているわ。テーマいこなー。どう？うまい？今日のテーマ、電子レンジ。俺はですね、電子レンジといえば、朝時間ない時にな、使用者契約のめんどい時に電子レンジ活用すんねんで。2分40秒くらいでええかな。まだ半生なら1分プラスしたらええねん。ええねんで。あんまり入れすぎたらカチカチなってまうで、うまないで。以上だ。いやね、関西弁読もうとすると私ちょいちょい福弁になりますわ。これ意外な発見ですけど。この文章めっちゃ福弁で読みそうになっちゃう。なるほどね。鮭ね。鮭もチンしたら、いい感じになるんですね。でこういう時トースターもどうかなって思うけど、皆さんまずお家にトースターあります？最近のね、そのオーブン機能付きの電子レンジだとトーストもこれでやっちゃうんですよ、電子レンジで。
私はね、そっちの方がなんか時間かかるので、やっぱトースターがいいなと思うんですけど、あとね、ちょっとしたグラタンとか作るのも、そんなわざわざオーブン出すほどでもないなっていう時とかもね、トースターやっぱある方がいいかなと私は思いますね。うん、ただ、今私のお家にあるオーブントースターはもう何も使われてないんですけど。せっかくいい、結構、ね、箱の中が大きいオーブントースターを買ったので、グラタン皿、長細いグラタン皿、ちょっと2つ入れるぐらいのね、買ったので、今後もっと活用していきたいなと思っております。はい、AKB ファンさんじゃなくて、関西弁のかっちゃんさん、メールありがとうございます。たまちゃん、整ったで。電子レンジとかけまして、テストと解きます。その心は、どちらも、解答するでしょう。以上だ。今日はうまいと思います。あなたの朝ごはんもね、おやすみっす。昨日ね、ちょっと突撃で実家に電話しようかと思っ、実家というかね、ばあちゃん家に電話しようかと思ったんですけど、もう事前に言っとかないと、もうお味噌汁ご飯とかそんな感じまあまあ事前に言ってたら面白くないですけどね。アクロスタユニバーシティー、おダンサーズさん、コメントありがとうございます。名古屋もね、結構降ってるみたいですね。誰から聞いたんだったかな、名古屋大変みたいっていう話を誰かから聞いた気がします、ね、さあさあ、まだまだメール紹介していきますよ。ツイキャスの方もコメントいただいております、ありがとうございます。曲とかね、曲とか CM の間にジェジェッと紹介させていただいております。続いてはこの方です。たまおはよう、中エコザイルだすよ。マヨは風で休んでるのね。マヨは風で休んでおります。はい、無茶はしても無理はしないでよ、ね、このね違いがなかなか難しいですけどね。さて電子レンジね、冬場はポンシュを温めるのに大活躍しているな。あー、確かにね、私もお茶とかよく電子レンジで温めてますね。あとね、去年ぐらいから私本当に炭酸水をよく飲んでるんですけど、おととしぐらいか炭酸水よく飲んでるんですけど、炭酸水もね、ホットにしても意外と美味しいですよ。うん。まあ甘いやつは温めたら多分美味しくないんじゃないかなと思うんですけど、甘味料が入ってないですね。甘いのが入ってないやつは、ホット炭酸水も私は結構冬場はね、飲んでました。結構美味しいですよ。うん。あとはチキンをトースター機能でカリカリに炒めた、温めたり、油揚げピザを作ったりと大活躍してるなぁ。うん。あ、いいね。油揚げピザって何でしょう。ピザの中に詰めるのかな？ピザの、それとも上にね、チーズとかソース乗っけるんでしょうかね。これ美味しそうだね。私もね、ばあちゃんの料理で、そう、福井、内地、福井かな？この油揚げの薄い、まあ薄揚げなんですけど、薄揚げがあって、この薄揚げに、しらすですね、しらすをばーってすっごいいっぱい乗っけて、チーズ乗っけて、ネギ乗っけて、トースターでチンってしたらね、すっごいなんか簡単なおつまみができるんですよ。これ、エコザイルさん、ぜひ一回やってみてください。もう、すんごい美味しいから。本当に。すんごい美味しい。もうね、味はね、そう、シラスの塩味と、ちょっとチーズのね、うん、味がするんですけど、もうそれだけでね、満足。もうちょっと味ポンね、ポン酢かけたりとかしても美味しいと思うんですけど、いいおつまみになりますよ、これ。おすすめです。はい、エコザイルさんもメール、ありがとうございます。
メールは最後かな。この方からのメール紹介していきましょう。アイデアマスオさんからいただいております。おはたまマーヨーはお大事に、マスオだよ。電子レンジか、なんてテーマだそうだね、びっくりしました。電子レンジはいろんな機能あっても、温める、オーブン、トースターが使えるやつが便利なんだけど、順番を間違うと困ってしまうことがあるよね。まず温めてからトースターとか使えばいいんだけど、トースト焼いてからだとホットミルクとかさ、作りづらいよね。場所があったら電子レンジとトースターを買いたいぐらい。そうそう、まだ回転皿式なんだけど、大きいものを入れたら回らなかったり、真ん中が温まらなかったりと困ってしまうんだよね。どこでも温めてくれる電子レンジが欲しい。あー、わかります。私もね、このやっぱ温める機能だけだと、その回転式のやつね、使うと思うんですけど、そっか、トースター焼いてからホットミルク作ろうと思ったら、多分ね、庫内がすっごい温まり、熱すぎててできないんでしょうね、きっとね。あー、なるほどね。そういうちょっとこのオーブン機能付きトースター、あ、トースターだけ、オーブンは、まあ、オーブンもね、でも温まりすぎてるし、あれなんですけど、うん、こうね、機能が何でも一つに搭載されていると、ちょっと使い勝手が悪いところも、やっぱあるなと私は思います。私はね、完全にトースターは別がいいですね。だって電子レンジで物を温めながらパン焼きたいもん。朝のね、忙しい時間とか。って思いません？うん、私はトースターは別がいがいいかなと思っております。そう、どこでも温めてくれる式のやつは、やっぱこの最近の、さっきも紹介しましたヘルシオとかね、は、赤外線感知機能みたいについて、赤外線でね、感知機能がついてて、表面、中までわかるのかな？でも表面の温度が一定にこうなるように温められるみたいなね、こう一応機能もあるみたいなので、まあね、そういうのを探しに家電屋さんに行ったりとか、ネットを会ってみたりとかするのもね、結構楽しいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。さあ、今日もですね、いっぱいメールいただいてありがとうございました。ツイキャスのコメントも最高です。ありがとうございます。さあ、あれですね、ちょっとお知らせさせていただきます。アイレディースクリニックよりお知らせです。アイレディースクリニック第3回新春餅つき大会のお知らせです。昨日はね、宜野湾市普天間にありますサンフティーマでも餅つき大会があったんですけれども、アイレディースクリニックでも餅つき大会が行われます。日時は1月21日、午後2時から午後4時にかけて行われるそうです。1月21日土曜日午後2時から午後4時。場所はアイレディースクリニックの駐車場前広場となっております。地域の皆様との触れ合いの場として、また日頃からお世話になっている皆さんへ感謝の気持ちを込めて、新年のスタートを皆さんと一緒に楽しみたいと思います。大人気のフェイスペイントや楽しいパフォーマンス、大道芸、また当院自慢のレストラン、アプリコットによる出店もありますよ。今回も売上の金額を沖縄こどもの国に全額寄付させていただきますので、ぜひご家族で遊びに来てくださいというお知らせでした。そんなもんですかね、お知らせは。はい、最後に、そうそう、今日ね、心理テストしようと思ってた、心理テスト知るってオープニングトークで言ってたので、一個、まあ、心理テストっていうか、人相学でわかる、まあ、性格診断っていうね、やってみたいと思います。これね、そう、昨日ちょっとそれで盛り上がったんですよ。うん、これで行きましょう。鼻でわかる、金運。はい。小鼻はお金を貯める袋です。生まれ持った金運や財運がわかりますということで、でしょう。小さい小鼻だと、あまりお金が貯まらない。頑張って働いても思うようにお金が増えていかない、などなど、なんかね、こういう、まあ、統計的なものですけどね、あるみたいです。あなたのお花はどうですか？大きい小花だと逆にお金をたくさん貯めることができます。花咲きよりも大きければなお良いでしょう。ですって。
また年齢が上がるにつれてお金がどんどん増えていくでしょうということですね。どうでしょうか皆さん。もう一個、鼻の穴の大きさ、ね、これもあるみたいですよ。鼻の穴がですね、大きいと人生を通してお金が大きく動くでしょう。だってたくさん稼げるが、使う時も大胆に高額なお金を動かすかもしれません。鼻の穴が、ま、顔を正面から見て鼻の穴が、ま、結構見える、鼻の穴が正面を向いていると、あの浪費家みたいなので、この鼻の穴が大きくて鼻の穴が正面を向いてると結構な浪費家みたいですよ。まあ、またその逆は、まあ、逆で堅実にお金を使うことができたり、またあまり浪費しないで貯金することができるっていう風な人相学だそうです。さあ、本日のモーニングエイトもここまでとなります。エンディングはビートルズで I Feel Fine をお届けしております。今日も週始め月曜日、朝から1時間30分お付き合いいただきありがとうございました。お相手は FM ギノワンの神田珠樹でした。それ、ほんまそれ、それよ。いや、一人用だったらなんかご飯炊きながら上でおかずを作れるというものもあるみたいなんですけど、もうどっちやねん、炊飯器じゃないねんってなっちゃいますよね。難しいところでございます。